便潜血陽性の方、また血便がある方、そして原因不明の貧血を指摘された方は、ぜひ一度当院でご相談ください。今回は進行大腸がんの症状についてお話しします。重要なキーワードは便潜血陽性、血便、原因不明の貧血、初めての大腸内視鏡検査です。当院で発見された進行大腸がんの症例を紹介します。1例目です。50歳代の男性の方です。便潜血陽性で受診されました。話を聞くと、数ヶ月前からティッシュに血液が付着することがあったそうです。今回の内視鏡検査が初めてでした。2例目です。60歳代男性の方です。5ヶ月前の便潜血検査では陰性でした。しかし検診でヘモグロビン 9.7 と貧血を認めたため、初めて大腸内視鏡検査を受けられました。このように大腸の奥の盲腸に進行がんを見つけました。3例目は70歳代男性の方です。4ヶ月前と2ヶ月前に1回ずつ便に血が混じることがあり、初めて大腸内視鏡検査を受けられました。そしてこのような進行がんが認められました。便潜血陽性の方、また血便がある方、そして原因不明の貧血を指摘された方は、ぜひ一度当院でご相談ください。